こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃんじゃん、12ピースバーレルを4つ、チキンを48ピース買ってきました。お値段は1万円を超えております。こういうの夢だったじゃないですか。ケンタッキーのチキンをお腹いっぱい食べるっていうね。年末なんでね、冬休みなんでね、ちょっと今日はスペシャルな感じで行こうと思って用意させていただきました。いただきまーす。めっちゃ美味しそう。私の大好きなこの部位から。なんかめちゃくちゃ美味しい。これ揚げたてだったんですよ。電話して取りに行ったら、今揚げてますね、ちょっと待ってくださいって言われて、私がちょっと早めに来たんですけどね、揚げたてで最高です。うん、皮がパリッとしててチキンのお肉がジューシーなんですよ。もも肉最高ですね。2個目、一皿で完食です。一皿にね、6ピース持ってます。チキンもね、熱々でめちゃくちゃ美味しいんですよ。こうお皿に移すときね、手がすごい熱くてね、大変でした。手についた油までね、美味しかったです。いただきます。めっちゃジューシーです。2皿目完食です。これね、ちょっとね、サンタさんの絵柄のね、お皿なんですけどね、これちょっと私がクリスマスにパーティーをできなかった悲しみがここに残ってますね。はい、ケンタッキーの衣ってたまんないですよね。うまみの詰まった衣、最高ですね。3皿目完食です。24ピースですね。違うか、18ピースです。24ピース完食です。いいですよね。昔やったらさ、お祝いの時にバーレル1つぐらいは買うんですよ、家族でね。でそれで取り合いになって、1人何ピースねってなって、それでもケンタッキーはごちそうだから嬉しいんですよ。それが今もう大人になって好きなだけ食べれるっていうね、最高ですね。じゃ30ピース完食です。ちょっとね、チキンがね、冷えてきました。なんで温めてきました。で6皿目いきます。あー、あったかい。暖房もね、消しとって部屋も寒かったけど、ちょっと辛かったですね。あったかくないと。ちょっと脂っこい料理の時はね、ジュースがいいですね。すっきりします。36ピース完食です。ちょっとね、また顎が疲れてきました。噛むのがちょっとしんどくなってきました。美味しいんだけどね、飲む量も増えちゃいますね。で42ピース食べ終わりました。残り6ピース温めていきます。もう顎がね、きついです。飲んじゃった。ちょっとここでね、休憩としてね、ハーゲンダッツを食べたいと思います。夢のケンタッキーとはいえどね、こんだけ食べるとね、甘いもの挟みたくなりましたね。買った、これ。いただきます。最高に美味しいです。美味しいんですけど、冷凍庫から出したばっかりでカチカチなんで、食後に食べます。ワンピースでーす。完食です。アイスいや、美味しかったです。チキンも、あ、ちょうど柔らかさになってる。たまんないですね。食後はアイスですね。ごちそうさまでした。この年末に昔からの夢が叶ってよかったです。ケンタッキー美味しいです。ケンタッキーはね、たくさん食べても美味しいです。皆さんも一度はお腹いっぱいになるまでケンタッキー
を食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。